瀬の明夫十字時「ねえつりく君」と私が言った僕のただ一つの願いは刺激が欲しいということだ僕はあまりに平和な人生に退屈した人情小説にあるような感激や探偵小説にあるような緊張みは 現実のの人生にはないものだろうか。あるともあるとも終わりだ現実には小説以上の感激や緊張みが至る所に転がっているのだがただそれを一般の人が要求しないから従ってその扉が開かれないだけだこの扉は人生を芸術化することを知った非凡な人にのみ開かれるのだある4月の朝 つもりと私は大阪の灘マンホテルの6階の食堂で朝食をとっていた開け放した窓からは路台の手すりを透かして春の朝日を浴びた中之島が見えすぐ下の浪速橋の上をひっきりなしに通る電車や自動車の音はやかましいばかりに響いてくるつ津りは今しがた給仕が運んできたオートミールの皿にミルクをぶっかけながら例えばこの皿だって。 牛乳や砂糖を加えなかったらすこぶる無味なものとなるだろう人生とても同じことある時は人生の皿に塩を入れある時はトマトケチャップを入れアンチョビーソースを入れして初めて面白いものとなるのだここで洲りはちょっと言葉を切って私の顔を見入りながら司祭らしく微笑して「よし君がそんなに人生に退屈しているなら」 今日は僕が現実のシャーロック・ホームズとなって素晴らしい探偵小説の一幕をご覧に入れようそれから彼はポケットから時計を出してみて今7時48分だこの時計の単身が一回りして夜の10時を指すまでに僕は君の手に冷や汗を握らせるような緊張みと興奮を味わわせることを約束するけれどももし僕がそれに成功したら 山下君君もその報酬として何か僕に約束してもらいたいのだよしと私がうなずいた君が今夜の10時までに緊張味と興奮を味合わわしてくれたら僕はその報酬として美人にごちそうをおごらせることを約束しよう私は別に心当たりがあってこんな約束をしたのではないただ スモリが不可能なことを約束したからそれに対して冗談半分に私も不可能なことを約束したまでである10時だよ」と私が微笑しながら念を押すとよし10時と杉森が真面目な顔でうなずいた檻から食堂のドアが開いて吉川夫人が入ってきた髪を七さんに言って。 黒っぽい地味な着物に派手な大きい帯を締めた痩せ型のすっきりした色白の夫人で私たちとはこの食堂で時々顔を合わして話をしたこともあるいつも透き通るほど白い彼女の顔はなぜだか今朝は青白いほど血色が悪くて目の縁に灰色のわさえ現れている夫人は人けない食堂に私たち2人きりいるのを見ると いつものように微笑しながら軽くえしくして私たちの隣のテーブルに腰掛けた奥さんお顔色が悪いようでございますねとすもりが言ったそうでございますか心配なことがあるのです金をお盗まれになったのでしょうこの意外な言葉に私がはっと驚いてすもりの顔を見たが りは真顔だったはあどうしてご存知なんですさっきタバコを買いに降りた時帳場でひそひそうわさしているのを聞きましたともりがちょっと微笑してすぐまた真面目になり「奥さん立ち入ったことを聞くのは失礼かもしれませんがそれは大金だったのですか?」「百円札が10枚です」 犯人の検討はつきませんかつきません。警察へはお届けになったんでしょうねいいえ後で騒いだところがどうせ無駄ですしそれにわずかの金で人に迷惑かけるのも嫌ですから警察には届けないことにいたしました奥さんともりが言った犯人の捜索を私たち2人にお任せくださいませんか 私たちは興味を目的に犯人を捜索してみたいのですそして奥さんが公表をお嫌いになるなら誰にも迷惑かけないように秘密に探しましょう素早く捜索すれば1000円の金がまるで返らないまでも一部分は必ず戻るでしょうまず昨日盗難におかかりになった時の様子から詳しく話してくださいませんか吉川夫人が 食事しながら話したことはだいたいこうだ。今朝の4時頃、夫人が猛烈に頭痛がするので目を覚ましてみると。異様な匂いのする判決が枕元に落ちていて、床の上は鞄から出してかき散らした。着物でいっぱいになっている。夫人はすぐ起きてベルを押して90を呼んで2人で調べてみたが。着物は1枚も紛失していないでただ。 枕の下のバッグの中に入れといた百円札10枚がなくなって空のバッグだけベッドのそばに投げ捨ててあった泥棒の遺留品は1枚のハンケチの他にはテーブルの上の小さな薬瓶が1つでそれにはクロロフォームが半分ばかり残っていた廊下に通ずる扉も路台に通ずる扉も中から掛け金をかけておいたのだから犯人は 露台に向いた窓から忍び込んだり違いないその窓は夫人が寝るときに半分開けてカーテンをかけておいた朝になって夫人の隣の部屋の客が行方不明になっているのが発見された以上の話を聞き終わると洲りが夫人に向かってでその隣の男というのはどんな男です見たことがありますか と聞いた。いいえ隣の客は昨夜12時頃に泊まりに来たのだそうですですから九時より他にその男を見たものはございませんそれはきっと隣の客が泥棒だったのですよええー、私もそう思っていますいや奥さんのお話を承ったら大体の見当はつきました隣の客の客行方を探せば、 奥さんの金の金行方もわかるでしょう。時に捜索の第一歩として奥さんのお部屋を拝見したいのですがいかがでしょう夫人は笑いながらいいですともどうかご遠慮なくおいでになって調べてください夫人の食事が済むと私たち3人は夫人の部屋に行ったつもりと私の部屋は4階だが夫人の部屋は 5階のにに面したところにある扉を開けて中に入ると左手の壁際に寝台と化粧台と手洗い場右手の壁際に溶断巣やソファー正面の路台に面した窓際には書き物机それから真ん中に丸テーブルや数客の椅子や安楽椅子がある部屋はきれいに片付いていて数時間前に泥棒が入ったものとは見えない つりりは部屋の隅々を一通り見終わると、丸テーブルの上に置いてある薬瓶を取り上げてみた指紋も残っていないし紙札も貼っていないが瓶のガラスにはローマ字の「ホップ」という字が浮き出させてあった「ホップ」と言ったら何のことだろうと私が聞くと「神戸のドイツ人の薬屋の名だよ」とつもりが小さい声で答えた。 すると私が慌てて声を高めると洲りが「シッ」と制して静かに瓶をテーブルの上に置きそれから私を流して路台に出た路台は隣の部屋に続いていてその間を高さ3尺ばかりの手すりで仕切ってあるが越せば越されぬことはない泥棒はきっとこの手すりをまたいで隣の部屋から忍び込んだのだよ 言いながらつも森が指紋や足跡を探したがそこには何も残っていなかったけれども川に向かった手すりのところまで来るとその下の掃除の行き届いたきれいな漆喰の上に少しばかりのちりが落ちているのが見えたつもりは吉川夫人を振り向いてこのほこりは昨日から落ちていましたかさあどうですか 毎日掃除はしているのですけれど乾いた植物の繊維らしいねと私がささやくとつもりが微笑して「そら植物の繊維には違いない」と言ってそれを拾って紙切れに包んでポケットにしまったつもりはしばらくろ台の手すりに持たれて目の下の皮を見下ろしていたがやがて夫人を振り向いて クロロフォームのついたハンカチはどうなさいましたございます私たちは夫人について部屋に入った夫人は化粧台の引き出しから1枚のハンケチを取り出してこれでございますのなるほどうなずきながらスモリがそれを手に取って見入っていたがまだ新しい木綿のハンケチというだけで 別に手がかりになりそうなものは見えないつもりはそれを夫人に返すと奥さん今すぐに犯人を探すことはできませんがしばらく考えたらわかるだろうと思います今日中に考えた結果をお知らせいたしますからそれまでお待ちください二人は夫人に厚く礼を言って階段を降りて4階の部屋に帰ると私はテーブルの上に載せてある新聞を取って 長椅子にもたれかかって洲森は新聞などには目もくれず難しい顔をしてしきりに部屋の中を行きつ戻りつしていた私が新聞から顔を起こして笑いながら「おいシャーロック・ホームズ犯人の見当がついたかい?」と言うと洲りも青白い顔に微笑を浮かべて僕がホームズなら君は差し詰め渡すんだね。 それから青色ダイヤで行ったら僕がソーンダイク博士で君がジャービスといったところだ2二人がカラカラ笑ったけれどもスモリはすぐまた真面目な顔になって山下君とにかくこれから帳場に降りて行方不明になった隣の客について調べてみようと言った私は新聞を置いて彼について部屋を出て エレベータータに乗って帳場に降りた。町場には頭の髪をきれいに分けた若い書記が一人座っているつもりはその書記に向かって笑いながらおい昨日泊まりに来たお客が夜中に逃げ出したというじゃないかええー、今朝9時が部屋に入ってみたらカバンを一つ残したまま逃げ出していたのです君 面倒だがその客の受け持ちの給仕をここに呼んでくれたまえ。僕がお客の化けの皮を剥がしてやるから承知しました書記が電話をかけると間もなく目のクリクリしたかわいらしい給仕が姿を現したそして須りの問いに対して彼が述べたことはこうである昨夜12時頃に表のベルが鳴るので私が扉を開けてみますと レインコートに取り打ちを着た年頃345の人が片手にカバンを一つ下げて立っていましたそれで私がこの帳場に連れて入り宿帳をかかしてすぐ5階の部屋に通したのですその人は部屋に入るとすぐ寝床に入った様子でしたカバンの他には何も持っていなかったのか?」。が聞いた。はあ、カバンだけです。 それから妙な形の手袋を持っていました。どんな形？来たときには手袋ははめていませんでしたが、部屋に入るとレインコートのポケットから飛行可能を使うような手首が開いて長くなった革の手袋を出してテーブルの上に置きました。どんな顔の男だった？背の高いやせた色の白い顔の男でした。 を生やしていたかなかったように思いますあはあとうなずいて杉森がしばらく黙って考えていたが今度は帳場の書記に向かってでその客が置いて帰ったカバンはどこにあるんだここにございます言 <laughs> って書記は後ろからカバンを取り出してカウンターの上に置いた それは長さ三尺ばかりの革製のスーツケースだが新しいから札も何も貼っていないつもりは中を分けてみると意味ありげに微笑して私を振り向いたよく見るとそのカバンの隅の方に先刻露台に落ちていたと同じ植物の繊維のようなものが少しばかり残っているありがとうつもりはカバンの蓋をして初期に渡し 今度は宿帳を見せてくれたまえ。初期はカウンターの上に広げてあった大きな宿帳を須森の方に押しやって「これですよ!」っ言っていろんな手で書いたペン文字の最後の行を指さしたそこには「神戸市北野町 3−52 山川三郎」それから「職業」の欄に「ブローカー」と書いてある。 むろんこれはでたらめだろうねと洲森が聞いたさっき神戸に電話をかけて訪ねてみましたら北野町にそんな男はないということでしたそうだろう洲森は応用にうなずいてそれから初期と9時にお礼を言ってまた四階の部屋に帰った午前中は洲森が新聞を読んだり 部屋にある宅上電話で神戸に電電話話をかけたり電話帳を送ったりまた電話をかけたりしてしきりに何やら考えているらしかったが私に向かって捜索上のことは何も言わなかったただ私に漏らしたことは薬瓶に神戸の紹介の名が書いてあったことそれからたとえでたらめにせよとにかく宿帳に神戸と書いたことこの2つを総合して考えて どうも犯人は神戸から来たものらしいという一時であったスモリは昼食を少し早めに食べるとちょっと出てくると言って帽子とステッキを持ってぷらりとホテルを飛び出したがどこに行ったのかそれは私にはわからなかった彼がいつにない気色を浮かべてホテルに帰ったのは午後3時ごろのことであった彼は部屋に入って、 帽子とステッキを椅子の上に置くといきなり私の肩に両手をかけて「おい山下君!と」と低いが興奮した声で言った「犯人はやっぱり神戸だよ」「十中八九までは捕まえることができそうだ」さあ用意したまえこれから吉川夫人と3人で神戸まで出かけることにしよう今夫人の部屋に寄って話したら私も一緒に神戸に行くと言った」 夫人はすぐ着物を着替えて下に降りるから君も早く用意したまえどうして犯人が分かった質問はやめてただ僕の言うとおりにしたまえこう言ったスモリの言葉には凛とした威厳があった用意といっても帽子とステッキを持つぐらいのものだ私はピストルは持たなかったがスモリはあるいは格闘の段になるかもしれぬ と言って引き出しから黒い自動拳銃を出してズボンのポケットに忍ばした2人がエレベーターで下に降りて長場のところで待っていると間もなく夫人が降りてきた3人はホテルを出るとすぐその前の電車の停車場に立ったがちょうど夕方の混み合う時刻だったので23の電車をやり過ごさなければならなかった3人が電車のつり革にぶら下がって梅田に着いたのは6時頃であった 梅田から快速力の阪神電車に乗って地谷や杭瀬を通るときには開け放した窓から菜の花の香りが流れ込んだ車中洲森が勤めて創作上の話を避けるようにするので自然三人の話題は文学に落ちた洲森は現代の日本の文学を口を極めて罵倒した夫人は外国の通俗文芸雑誌は毎月読んでいるが日本の 創作という奇妙なものはほとんど読まないと言ったなぜ日本のものを読まないのかそれを私は不思議に思って尋ねようとしたがちょうどその時電車が神戸の終点に着いたので惜しいかな夫人の説明は聞かずに済んだ神戸の終点で電車を降りると私たちはすぐそばの居留地の方に歩いて行った日本の六大都市の中で道路の一番いいのは神戸である それは元来の地質がいいばかりではなく主なる道路にアスファルトが敷いてあるからで実にどちらに歩いて行っても気持ちがいいもう会社や事務所の引けた跡だったので柳並木のある居留地には人通りが稀であったいくつかの街角を曲がると赤レンガ造りのホップ商会の前に出た私たちがその前に立ち止まると折から表の扉が開いて つめ入りの服を着た給仕らしい一人の少年が姿を現した。もしもし」とスモりが呼び止めた。ホップさんはまだいらっしゃいますか。郵便物を片手に持った給仕は立ち止まってしげしげ私たちを見入りながら。はあまだいらっしゃいます。いつもならもうお宅にお帰りなんですが、今船が着いたのでお忙しいのです。 今日は何時頃お宅にお帰りになるのでしょうもうすぐお帰りになりますつもりは表に乗り捨ててある自動車を指差してこれがホップさんの自動車ですねそうです運転手は裏の控え所にいますそうどうもありがとう9時は郵便物を持ってスタスタ郵便局の方に歩いて行った 少年が姿を隠すと洲りがポケットからナイフを取り出していきなりしゃがんでナイフの先で道路のアスファルトをほじくりそれを自動車のステップになすくりつけた白いゴムのステップが漆のように黒いアスファルトで汚れたそれを見ていた夫人はいぶかしげに「洲りさんどうしてそんなことをなさるの?」と聞いた。 あなた方にいいものをご覧に入れるためです。一時間ばかりお待ちになるとわかりますよ。それから彼はナイフをポケットにしまって、これから北の町のホップの屋敷に行ってみましょう。と言った。私たちは何が目的でホップの屋敷に行くのかそれを聞きたかったが、聞いても無駄だと悟って黙ってすもりに従うことにした。 を出て鉄道線路を越えると正面に十和ホテルのあるまっすぐい坂道に出た3人はその坂道を歩いて登ったがもうその頃には両側にずらりと立ち並ぶ外人相手の美術店や食料店に明るい伝統が灯っていた長い長い坂道を登りきって十和ホテルのすぐ下を右に折れて五六町丁来るともりが足を止めて左手の家を仰ぎながら これがホップの家だと低い声でつぶやいたチョコレート色に塗った垣根から真っ黒にンモした凶畜塔の枝がのぞいて高い2階の窓から明かりが漏れているその垣根に続いて台道に面したところにガレージがあるが自動車がまだ帰らぬと見えて扉が閉まり人通りの少ない街はひっそり沈まり返っている。 もうすぐ自動車が来るからあそこで待っていよう私たちはスモリに従ってホップの屋敷から少し離れたところに立って空の星を眺めながらいろんな話をした10分間ほど待ってトアホテルの下に怪獣の2つ目のような自動車の電灯が現れてそれがだんだんこっちに近づいてホップの屋敷の前まで来るとはたと止まった 中からららホップらしい人影がひりりと飛び降りて、すぐ門を入って石段を走り上がり玄関に姿を消した次に運転手が飛び降りて車庫の大きい扉をギーっと両方に押し開けパッとどの強い電灯をともしまた自動車に乗って後ずさりさせて車庫の中へ入れた運転手が掃除を始めるのを見届けるとスモリが私たちに向かって 行ってみようとささやいた車庫のそばに寄ってみると背の低い太った256の青年が八木側の切れで車体を拭いているところだったもしもしあなたがホップさんの運転手ですねと須森が聞いたほう運転手が顔を起こして私たちを見た あなたのお家に北山芋太郎という男が泊まっているそうですねあああなたですかさっきから23度電話をかけてあの人のことをお尋ねになったのはい,いえあなたに電話をかけたのは私の友人で商業学校の教師をしている河合という人です私があの人に頼んで聞いてもらったのです北山芋太郎は 横浜から渡し方に遊びに来て、1ヶ月ばかり逗留していましたが、2、3日前に渡し方を出ました。今、どこにいますか北長さ通り3-24のヤン・フーミンというシナ人の2階を借りています。今、行っても会えるでしょうかああ、夜分は多分います。電話でもお願いしたと思いますが、私があの人のことを聞いたことは、 あの人に知らせないでください。承知しました。芋太郎が何か悪いことでもやったのですか。いや、そういうわけではありません。しばらく話が途絶えた。私たちが見ていると、運転手は車体を拭き終わると、棚から小さい瓶を出して、その中の液をきれいにしまして、先刻すもりがつけたステップのアスファルトを吹き始めた。 アスファルトは一度ついたらなかなか落ちないものだが不思議にもその駅で吹くとすぐきれいに落ちた「その駅は何ですか?」とスモ森がとぼけたような顔をして聞くとクロロフォームですよ。と運転手が無造作に答えた3人がちらっと目と目を見交わしたあなたはその駅を、 誰かに分けてやりましたかい,いえ、分けてやった覚えはありませんが主人から瓶を1つもらってこの棚に置いときましたら23日前になくなりましたのでまた先日1つもらったのですいろいろありがとうではこれから北長さ通り3-24ヤン・フーミンの家に行ってみましょうさようなら私たちはつもりに従って。 ホテルの坂道をまた下り始めた。坂道を降りきって右に曲がって何度も人に道を聞いてやっと北長さ通り3丁目に来た時にははや時計が九時を回っていた3丁目は分かっても24番地はなかなか分からなかったまるで迷路のように細い道が絡み合っていた狭い道の角にある米屋で聞いたら ヤン・フーミンの家はその角を奥に入って溝に突き当たると右に折れて56軒行きそれからまた右の麹に入ると左側にシナの雑貨店が3軒並んでいるその一番先の家がヤン・フーミンの家だと教えてくれた私たちは教えられた通りに真っ黒い麹に入ったそして溝から右に曲がると 果たして信の雑貨店らしい汚い2階造りの家が3軒並んでいて店のガラス窓から暗い麹に明かりが漏れているガラス窓越しに家を見れば寒魚や茶屋日用品やいろんな商品を並べた店で奥の部屋で4人の男女が四角なテーブルを囲んでしきりにパチパチ麻雀を戦わしているつもりが 赤いペンキでヤン・フーミンと書いたガラス扉を開けて中に入ると今まで麻雀を戦わしていた番頭らしい若者が出てきた「北山芋太郎という人はこの家にいませんか?と」と洲森が聞いたすると若者が奥の部屋を振り向いて何やら二口三口早口で品子で問答していたがまた洲森の方に向いて 北山さん2階言いながら店のすぐそばにある汚い階段を指さした上がってもいいいよろし洲りが私たちを手招きして靴を履いたまま階段を上がると私たちも続いてどやどや上がった階段を上って狭い廊下を突き当たって左に折れると向こうに扉がある。 私たちがその扉の方に行きかけると出し抜けにその扉が開いて中から背の高い痩せた男がレインコートを着て片手にカバンを下げて姿を現した北山さんはあなたですか一番前にいたモリがこう聞いたレインコートを着た男は返事はしないで扉のそばに立ちふさがったままモリの頭から足の先まで見つめていたが その顔はものすごいほど青白いあなたが北山さんですねしばらくしてまた洲森が聞いたレインコートの男はそれでも返事をしなかったやがて彼は低いが興奮した声でお前たちにようない言いながら洲森の横を通り抜けて出ようとしたがすかさず洲りが彼の肩に手を当てて部屋の中に突き入れた 絨毯も何もしかぬ狭い部屋の中央には四角な下のテーブルと椅子それから黄色い紙を貼った壁際には品風の寝台片一方の半分開けた窓からは星の輝く夜の空に隣の黒い屋根が見えるレインコートの男は突き飛ばされるとかばんをテーブルの上に置いて壁を背にして立ったまま土器を含んだ目で洲森を睨んだ洲森は 彼と向かってテーブルの前に立ちながらお前の方で用がなくてもこっちに用があるんだ何用だしっけえな激しく息遣いしながらレインコートの男があえいだ昨夜のナダマンホテルの盗難についてお前に聞きたいことがあるんだよ冷静な蒼守の声には少しも取り乱したところがなかったそんなことは俺は知らない 帰れ知らないよし知らなきゃ教えてやろう昨夜ナダマンホテルのこの夫人の部屋に泥棒が入って1000円の金を盗んで土台の手すりから綱をぶら下げそれを滑り降りて逃げたんだよ綱をぶら下げてうんお前見ていたのかいぶかしげに彼が聞いた見ていなくったってわかる 犯人はカバンに長い綱を入れてきて、そのカバンだけはホテルに捨てて逃げ出したのだ。その証拠には、鞄の中と炉台の手すりのところに綱のゴミが残っている。そして綱だけ川に捨てて、神戸に逃げて帰ったのだ。神戸ということがなぜわかる犯人はローマ字が読めなかったかもしらんが、クロロフォームの瓶にローマ字で神戸のホップ紹介の名が書いてあった。 それからまた彼は「宿帳に神戸」と書いている犯罪が目的で泊まり込んだのだから宿帳に本当のところを書くはずはないのだが彼は入るとすぐ宿帳を書く西洋のホテルの習慣を知らなかったので宿帳を出されると面食らってつい慌てて神戸と書いてしまったのだ誰でも準備ができていない時に唐突に尋ねられると嘘をつき得たとしてもその嘘が事実とあまり離れていないものだ しかし神戸に逃げたということが分かっただけでは何にもなるまい神戸には数十万の若い男がいるんだからところがその男の職業が運転手だということも分かっているんだなぜ球児の言葉によればその男は飛行家が使うような手首の空いた革手袋を持っていたそうだところが日本であの手袋を使うのは飛行家の他には運転手ぐらいのものだ 犯人は誤解の高い路台から綱を滑り降りるときの用意にこの手袋を持ってきたのだ現場に指紋が残っていないのもこの手袋をはめていたからだレインコートの男がヒーヒー喉を鳴らして激しく息遣いをしだした彼はしばらく洲りを見つめたまま黙っていたがやがてしわがれた声で手袋だけでは運転手と決めることはできない。 犯人は婦人を眠らせるためにクロロフォームを使っているところがクロロフォームは劇薬だから一般の人は持っていないが外国の医者や化学用品店の主人や薬屋の主人はよく自分型の運転手にクロロフォームを与えるものだなぜというに暑い時などアスファルトの上を歩くと靴の裏にアスファルトがくっつくその靴で自動車のステップを踏むと 白いゴムの上に黒いアスファルトがつく。ところが、ゴムを傷めないようにアスファルトだけ洗い落とすには、何よりもクロロフォームが一番いいのだ。一番早いのだ。だから横浜や神戸の外人は、よく運転手にクロロフォームを与える。しかもそのクロロフォームの瓶には、ホップ紹介の名が書いてあった。だから犯人は、 運転手であるということばかりでなくホップ商会の運転手に関係があるということも分かっているんだホップ商会の運転手に関係がある男はたくさんあるたくさんあっても背が高くて色が白くて痩せていて年頃が345の男は一人しかいないしかもホテルの給仕の話によればこのレインコートとこの取り打ち棒をつけていたそうだ こう言いながら洲森が一歩前に近づいて若者のレインコートと鳥打ち棒を指さしたそこに5秒の沈黙があったと唐突に若者が身をかわして窓際に走り寄り窓べりに両手と片足をかけ今にも隣の屋根に飛び降りそうな身構えをしたがとっさに洲森が後ろから彼を抱きかかえて元のところに帰らした静かにしろ 逃げっったってダメだちょっとでも身動きしたらこれで撃ち殺すぞこう言いながらつもりがズボンのポケットから黒光りする拳銃を取り出した辺りは静かだった窓のガラス扉とガラス扉の間に挟まった1匹の小さな蛾がパタパタと羽ばたきするのが聞こえたまあ かすかにあえいで吉川夫人が私の後ろに身を隠したしばらくの沈黙の後もりが低い落ち着いた声で言ったさあ早く盗んだ金を出せ1000円の金をこの夫人に返せ若者はものすごいまなざしでもりをにらんだまま唇を動かそうとしなかったさあ早く金を返せ 返せば逃してやるが返さなければ警官を呼んでくるぞまた緑に身動きすればこの拳銃の引き金を引くまでだ若者はしばらくヒーヒい息をしながら洲りを見ていたが「よし返してやるからその拳銃を引っ込めろ」と震え声で言ってレインコートの胸のボタンを外し始めた。 ハハハハ金を返すなら引っ込めてやらつもりはこう言いながら拳銃をテーブルの上に置きポケットからまきたばこを出して口にくわえパッとマッチを吸って火をつけたとその途端に若者が電光の速さでさっと右手を伸ばしてテーブルの上の拳銃を取ったかと思うとひらりと飛びのいて壁を背にして立ってこら 三人とも、ちょっとでも身動きしたらすぐ撃ち殺すぞこう若者は震え声で言って3人を順々に拳銃で狙った私の胸の鼓動が一時に止まったかと思うと次の瞬間に早金のような速さで波打ち出した額から氷のように冷たい汗がじりじりと滲み出した私の後ろで 夫人がガタガタ胴震いするのが聞こえたああ洲りは拳銃をテーブルの上に置くなんてなんという手ぬかりをしてくれたのだこら身動きしたら最後ズドンと撃ち殺すぞ静かな部屋に彼の震え声が凛と響いたブルブル震える拳銃は私のすぐ目の前に黒い口を開けている 今にも死の爆音が耳をかすめはしないかと思うと私はめまいがするような気がした三人とも立像のように立ったまま少しも身動きしないガラスの戸のそばで一匹の小さい蛾が,がパタパタ羽ばたきした死のような沈黙が辺りを漁したするとこの時洲りがプッと死援の煙を天井に向いて吐いたと思うと 深い沈黙を破って大声でカラカラ笑い出し、撃てるなら撃ってみりょ。さあ、弾のない拳銃で撃てるなら撃ってみりょ。ハハハハ。次の瞬間に若者が腹綿を絞るような声で、畜生。しょう。と罵ってすもりを狙って引き金を引いたが、カチッと音がしたのみで弾は出なかった。 つもりは右手を伸ばして若者の手から拳銃を奪い取ると「ほら今度は本当の弾を込めるから危ないよ」言いながら5発の弾丸の並んだ相談紙を拳銃に差し込んでまた若者を狙ったさあ早く1,000元の金をこのテーブルの上に並べろ私の後ろで夫人がホッとため息をつくのが聞こえた。 私も胸を撫で下ろした。早く金をテーブルの上に並べろつ洲りが繰り返していった若者がポケットから紙幣を出して黙ってテーブルの上に並べたつ洲りは拳銃を持ったまま椅子に腰掛けて紙幣を見ていたがやがて静かに顔を起こして微笑しながら「おいどうしたんだ ?1 枚足りないぞ900円しかない」 と言ったが、すぐまた大きくうなずきつつ「まあよしよし100円はこのカバンを買ったり酒を飲んだりして使ったんだろうこれだけで勘弁してやるそれから洲りは紙幣をひとまとめにして吉川夫人に渡して奥さんこれまでは私の仕事ですがこれからは奥さんの仕事ですつまり この男を警官の手に渡すべきかどうかという問題は奥さんがお決心になるべきものですもっとも私の考えを率直に言えば警官に渡してもつまらないと思いますがねするとこの部屋に入って以来一度も口をきかなかった夫人がこの時初めて前に進み出てそうでございますとも今この人を警官の手に渡して刑務所に入れるようなことがあっては かえってこの人の一生を謝るようなものでございますわ。警官に渡さずにこのまま済ませれば、あるいはこの人がいい方面に伸びられる機会もあるかもしれません。世の中には、どうして刑務所というものがあるのでしょう。どうして恐ろしい夜の犯罪や醜い争いというものがあるのでしょう。どうして人間同士お互いいじめ合わなければならないんでしょう。私は、 それを悲しい事実だとは思いますがサイトで自分でどうすることもできませんただなるべくそんなことを避けたいと思うだけですあなたはこれからどうなさるおつもりですか若者はテーブルの上のカバンを取り上げながら横浜へ帰るつもりですと答えた夫人が ししい優しいいいらで、旅費はございますかとき私たちの前を通って扉のハンドルを握りながら聞こえるか聞こえないかの低い声で友人に借りますと力なくつぶやいた夫人は手に持っていた百円札を一枚若者の前に差し出しながら これを旅費にしてください。とつぶやいた若者は手は出さないでしばらくハンドルを握ったままそれを見つめていたがやがて低い声でありがとうとつぶやいてそれをポケットに入れ静かにドアを開けて部屋を出たあなたがいい人におなりになることを。 かげながらお祈りしています。こうつぶやく婦人の低い声が悲劇の最後の言葉のように静かな部屋に響いた若者の足音が消えると私がほっとため息をして椅子に腰掛けてタバコをふかしている洲森に目をくれた夫人は洲森の前に近寄ると今までとはすっかり違った陽気な声で まあ、スモリさん本当にどうお礼をしていいかお礼の言葉がないほどでございますわ私も何か言わざるべからずと思ったのでこの時前に進み出て「奥さん」と快活に言った「お礼はなさるに及びません私たちは興味を目的に犯人を探したのですからお礼は決してなさるに及びません」しかし奥さん 私たちはホテルで昼食を食べて以来まだ夕食を食べていないので3人ともお腹がペコペコなんですですから何よりもまず第一にごちそうを食べて人生観を健全にしようではありませんかアハハハハハと夫人が華やかに笑った本当にそうでございましたわねでは これから私がどこかでごちそうをおごることにいたしましょうどこがいいでしょうね居留地の平和楼に行きましょうこう言って洲森が静かに椅子を立ち上がったとこの時今の今まで張り詰めていた心の緊張に一度も仰いで見もしなければその存在をさえ気づかずにいた壁の上の大きな古い丈夫な大時計が ギギリギリと奇妙な音を立てたと思うと静かな落ち着いた操縦な力のある澄んだ懐かしい気持ちのいいおかすべからざる威厳のある響きでボーンボーン 打ち出した。3人がびっくりして一様に大時計を仰いで単身が指す「十」の字を見たその瞬間私は今朝食堂で須森が「十時までに冷や汗の出るような緊張味を味わわしてやる」と約束した言葉それから私が「美人にごちそうをおごらしてみせる」 といった言葉を思い出して大声を出して叫びたいような笑いたいような飛び上がりたいような何とも言えぬ気持ちが胸の底からこみ上げてくるのを感じたけれども私はそれを抑えて「十字!と」とただそれだけ言って洲森の顔に目をくれたすると洲森も同じように 十字とつぶやいて静かに目を伏せたが私はその目の中に彼も私も同じ気持ちを感じていることを見て取った。